断ったんでしょうね。なんですって？どうしてそんな勝手なことしたのよ。それに、お兄さん、遊んで。で、どこなの？あそこは幼稚園から大学までの一貫教育よ。どうせ幼稚園か小学校でしょ。お兄ちゃん、遊んで。大野珠代は高等部の学長だ。ばあさんの家に空き巣が入ってな、その盗まれた宝石を見つけ出すという依頼だったんじゃ。保険かけてなかったのかしら。用心深そうだけど。もちろんかけてあったよ。だから同じものが買えるだけの保険金が支払われた。だったら別に何も困らないわよね。いや、あのババアは保険金を受け取っておきながら宝石を取り返そうとしたんだよ。そうじゃ。だから警察には内緒でわしに依頼してきたのじゃ。宝石が見つかったのがバレたら保険金を返さねばならんからな。宝石は見つかったんですか？うん。盗品専門のブローカーに売りに出されていたよ。あのばあさんはそれを安く買い戻した。もらった保険金の5分の1くらいでな。ひどい。じゃ、保険金のほとんどを丸儲けしたってわけね。先生もその片棒担いだのね。わしを責めんでくれ。わしに来た依頼は宝石を見つけ出すことだけだった。保険金を騙し取ることなど知らんかったのだ。警察に言ってやればよかったのよ。そんなことできるわけないじゃろ。探偵業は秘密厳守じゃ。盗まれた3点で5000万はくだらんだろうな。5000万学長って儲かるのね。家にも行ったことがあるが、すごい豪邸だったよ。ああ、依頼を解決して調書を渡しに行った時のことじゃ。あのババアがピンクのネグリジェで、おお、おとまし。確かにおぞましい。今回の依頼も私腹を肥やすためのものなんじゃないの？今回ってお前まさか依頼を受けたのか？言ったには言ったが、ああ、わし熱が出てきた。今日は家帰って寝るわ。で、どういう依頼なの？
不気味な話よね。でも死因がガンなんじゃ他殺じゃないでしょう。全くの偶然か、それとも本当に呪いか。まさかね。でも呪いって言うからには何かしら呪われる理由があるんでしょ。あんまり鼻の下伸ばしてると女子高生に嫌われるわよ。バカ言ってないで、さっさと行ってらっしゃい。こんなとこでナンパなんかしても絶対に誰も引っかからないわよ。うちの学校の校則なの。外で男の人と口聞いちゃいけないのよ。知らん顔するのよ。うちに帰るまで何も喋らないのよ。バカでも何でもそれがうちの学校の校則なの。男の人と一緒に歩くことも禁止よ。違反すると停学になるわ。私は停学なんて怖くないの。それに何でもないわ。でも分かったでしょ、ここでナンパなんかしても無駄だってことが。冗談じゃないわ、私はただね。学長に？本当？私は高梨真由奈、エリス女学館高等部2年よ。名字で呼ばないで、私この名字大嫌いなの。いいわ。うちの学校で知らない人はいないわ。鈴木司の呪いだってみんな怖がっちゃって、今日もかなりの生徒が学校休んでるわ。去年自殺したうちの生徒よ。
司さんは私の1年先輩で、去年の11月校舎の屋上から飛び降りて自殺したの。原因はノイローゼだってことになってるけど、本当は先生に留年を言い渡されたからよ。いいえ、彼女は成績優秀だったわ。でも校則違反を犯したの。校則違反の中には1回で留年するものもあるのよ。彼女、お父さんの会社が倒産して、だから自分の学費くらい自分でってアルバイトしたの。アルバイトは校則違反の中でも最も重いものだから、彼女は留年か自主退学をしなければならなかった。それで、亡くなった先生が彼女の留年を決めた人だったからよ。最初に亡くなった細川先生は生活指導、2番目に亡くなった三上先生は学年主任の先生で、校則違反の処分を決定する権限があったの。先生の中には理由が理由だけに処分はかわいそうだって言った人もいたわ。でもその2人が半ば強引に留年にしたの。こら、お前何をやってる。あれ、うちの教師よ。バカなし、またお前か。校則で禁止されてるのは知ってるだろう。高梨、なんとか言ったらどうだ。あれ、確か外で男の人と口を聞いちゃダメって校則でしたよね。だったら先生とも口聞いちゃダメなんでしょ。校則に先生は除くって記述はありませんでしたよね。あ、口聞いちゃった。これで私も停学かな。おい、お前、うちの学校の生徒をそそのかして一体どういうつもりだ。貴様、嘘をつくなよ。待ってろ、今確認するから。学長がお待ちだ。いや、山田先生の顔ったらなかったわ。胸がスーッとしちゃった。私は停学にはならないの。私が停学になると学校が困るからよ。私の両親はこの学校に多額の寄付をしているの。そうよ、軽蔑した。私を含めて多額の寄付をしている生徒だけは何をしてもお咎めなしなの。学校にメリットのある生徒だけはどんなことをしても許されるのよ。この学校は腐ってるわ。綺麗なのは上辺だけ。私、この学校が大嫌い。私、この学校の校則をなくしたいの。
それもあるけど、あのね、この間私の友達がとても素敵な男の人に出会ったんですって。でもその友達は幼稚園からエリス女学館で男の人とほとんど話をしたことがなかったの。だからその人に声をかけたかったんだけど、どうしてもかけられなかった。その子すっごく落ち込んでたわ。こんなのっておかしいでしょ。普通の女子高生は男の子とおしゃべりしたり恋愛したり楽しくやってるでしょ。高校生活って楽しいものでしょ。でもこの学校はそのすべてが校則違反なのよ。そんなのっておかしいわ、不自然よ。今日はもうみんな帰っちゃったからいいけど、本当だったらパニックよ、先生以外の男の人がいるなんて。私がエリスに来たのは高校からなの。お金を積めば何とでもなるのよ。私は普通の高校でよかったのに、うちの家ここの理事長と知り合いだから。ここが学長室よ。どういたしまして。いいけど、じゃあ正面玄関のところにいるわ。早速来てくださったのね。何かしら？そうね、仕方ないわ、いいでしょう。明日他の先生方にも話しておきます。入館証を渡しますから、校門入るときに提示しなさい。あなたが自由に動き回れるのは1階のフロアだけです。2階より上の階には生徒の教室や食堂しかありませんから、調査の必要はないでしょう。1階でも職員室は出入り禁止にします。あなたを信用しないわけではないのですが、職員室にはいろいろなものがありますからね。それからなるべく生徒たちに接触しないように行動してちょうだい。登下校時や休み時間は生徒の目につかないところにいること。騒ぎが大きくなるといけないから。そうね、事務室にあなたの席を用意するわ。そうすれば生徒たちも新しい事務員だと思うでしょう。どういうところが厳しいのです？うちの学校は不純異性交友禁止なのです。ただでさえエリス女学館の生徒は目をつけられやすいんですよ。例外を作ってはいけないのよ。家族を許可してしまったら、生徒が彼氏と歩いていたところを見つかっても、お兄さんだと嘘をつくでしょ。お黙りなさい。これはうちのエリス女学館の理念なのです。エリス女学館だからこそ、父母の方々が安心して自分の娘を預けることができるのです。
だったらやめればよいのです。いいこと、この学校に入ったということはエリス女学館のやり方に賛同したということなのよ。嫌ならやめればよいのです。厳しいからこそエリス女学館を卒業した娘は評価が高いのです。ありません。あなたはくだらない詮索をしないで、あの脅迫状を出した犯人を捕まえればいいのです。